カオ浜田山虎の子不動産です。今日は琵琶湖に来ています。琵琶湖博物館、圧巻の水槽トンネルです。ご覧ください。水槽のトンネルは長さ約8メートル、館内最大の400トンの水の中を琵琶湖固有のビアマスやニゴロブナ、イワトナマズなどをはじめ、またウグイなど約150匹の淡水魚が悠々と泳いでます。古代湖つながりでロシアバイカル湖に生息するバイカルアザラシを2匹展示してます。見てください、すんげえアザラシですね。バイカルアザラシに身を奪われがちですが、見逃してはいけないのが横の水槽で泳ぐ横エビとカジカの仲間です。古代湖の謎も発見でき、ぜひ夏休みに訪れたらどうでしょうか。まあ、アクセスはですね、JR 浅草駅から鉄道バスで琵琶湖博物館下車。それではお先に失礼します。おやすみなさい。